今回はみんなとね、一緒に開封したいものがありまして、動画撮ってます。それがこちら。チケ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 。じゃーん。任天堂スイッチ有機EL モデル、ゼルダの伝説ティアードオブザキングダムエディションです。いやー、これはね、待ってた。実は私はもう発売日にね、スイッチ買ってたので、2017年の3月3日発売らしいんでね、もう6年以上使ってたんですよね、スイッチ。なので、まだまだ使えそうではあるんですけれども、ちょっと不安なところも、たまにね、強制終了しちゃう時もあるので、これがね、出たら、買うしかないでしょ!もうめちゃくちゃかっこいい。楽しみです。開けましょう!後ろ!後ろにこんな絵が描いてあった。気づかなかった。めちゃくちゃかっこいいじゃん。私ちょっとインテリアにこだわってて、最近。やっぱね、白とか、ちょっとそういう淡い系の色が好きなので、これね、本当にインテリアの邪魔をしない最上級のおしゃれなかっこいいデザインだと思ってるんですよね。まあ開ける前にね、長く語るなってことなんで。早く開けましょうね。箱で語ってもしょうがないので。よし。おお、まずはコントローラーだ。こんな感じ。私は映っていないですか？万年のためマスクしているんで大丈夫ですけど。これと、じゃあまずはジョイコンからいきましょう。まあ、これはね、本体なので、あ、でも有機EL版だから、私が持ってるのよりも違うんだよね。多分画面が大きいのかな？綺麗なのかな？はい、じゃあジョイコン、ジョイコン。うぅー、神々しい。神々しい。後ろは白なんだ。いいね。これ何？多分、ティアードオブキングダム仕様、ブレワイじゃないから、多分このマークとかも見たことないけど、多分そっちバージョンの何かなんだろうね。これからね、ゲームが発売するので、多分わかると思います。やったらね。これも、なんか渦巻きの、京都のお庭にありそうな渦巻き。わー、なんかあれかな、神獣とかがまた新たに、ね、何種類か出たりとかするんでしょうか。これがメインのマークっぽいかな。まあ、だからこれも祠じゃないけど、なんかそういうシーカー族系の何か、わからんけどね。こんなに考察して外れてたら恥ずかしいので、置いときます。でら、ドックですよ、ドック。ドックが。いや、本当にね、ホワイトが欲しかったのよ。前のはブラックだけだったので、有機EL版が出た時にホワイトだったから買おうか迷ったんだけど我慢してて本当に良かった。すごい。めちゃくちゃ嬉しい。やばいね。かっこいい。しかも白い。これまで動物の森とかドラクエとかモンハンとかさ、いろいろ出たじゃん。こういうコラボのスイッチ。その都度その都度、めちゃくちゃね、心揺れたんだよ。かわいいなとか、かっこいいな、おしゃれだなって。やっぱりね、これだ。これを求めてたんだ。うわ、かっこいい。白とゴールド。もう、おしゃれで豪華で、綺麗で洗練された。いやありがとう、ゼルダ。これまで結構全部ゴールドみたいなね。まあ、ジョイコンと同じ感じで全部ゴールドとかあったから、それだと結構ギラつくなと思ったんだけど、これならね、いいよね。まあ、やっぱこれがなんか模様っぽいんだよな。で、ちょっと薄い模様があって、しかもさ、ピッカピッカしすぎてないのがいいんだよな。ちょっとこう、さらっとした感じのゴールドっていう。うん。もう安っぽさを感じさせない。いや、安っぽくない。安くないんだから。全然別に安くないんだから。そう。高級感あります。めちゃくちゃ。なんか書いてあるっぽいな、これ。なんか書いてあるっぽいけど、任天堂スイッチとか書いてあるのかな。
ないけど後で調べてみようかな。塗ってるか分かんないけど。おお、取れた。これ壊したわけじゃないよね。こんな感じですね。あ、びっくりした。まああとはつなぐ線とかが、これはジョイコンつなぐコントローラーのやつだけど変わってないね、これはね。あ、待って、ほら、あの渦巻きマークがめちゃくちゃついてたよ。すごい。つけちゃった、つけちゃった。で、これを、よいしょ。はい。なんかやっぱ画面が、なんか、おー。めちゃくちゃ大人ってる。ディディン。色が鮮やかになってる気がするかもしれない。ちょっと持ってきてみるか。今使ってるのがこれで、まあ一応ね、ジョイコンはゼルダ仕様のやつ買ってるんですけど、こんな感じ。あ、やっぱ画面の枠がね、ここほら、結構でかいけど、薄くなってるわ。こんな感じか？くー！めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん。後ろでも全然かっこいいのがいいわ。おしゃれおしゃれ。まあもちろんこう置きたいけどね。そりゃ、こう置きますけども、意地でも。ちなみに一個見てほしいんだけどさ、じゃん。これ今ゲーム実況で使ってるスイッチのドックなんだけど、ちょっと寄せてるよね。これどうなってんのって話なんだけど、やっぱね、黒がね、嫌なんだよ、私あんまり。白くしたくて、ちょっと抜けないな。これ抜けないな。ちょっと待って。抜けた抜けた。こういう感じで、元はこれなんだけど、別にね、悪くないよ。悪くないんだけど、どうしても自分の机的には白が良くて、透明のカバーが売ってたから、これに自分で、紙で、こういう形を印刷して、こうやって、こうやってはめてね、ちょっとインテリア、おしゃれ感を出してたんですけど、なんか疲れた。やっと純粋なおしゃれなドックを手に入れました。本当にこちらのスイッチさんにはお世話になりまして、6年間お疲れ様でした。本当にありがとう。パチ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 。まだまだで、ね、使えるので、売りもしないし捨てもしないし、ちゃんとね置いとこうとは思ってるんですけども、これからはこのスイッチに代わってゲーム実況はねこちらのスイッチで撮っていきたいなと思っているので、これからまたね、よろしくお願いします。いやー、ほんとかっこいい。ということで、スイッチのゲームこれからもね、どんどんやっていきたいと思います。というか、ティアードオブキングダム楽しみだね。まあ、この動画、どっちが先に上がるかわかんないけど。はい。じゃあね、バイバーイ。